今日30日月曜日ですんで、ちょっとこれね、お伝えしたいなと思うんですけど、今日激しい動きがありました。まあこれは日経平均が1900円以上下げて終わりました。で、当然円高に振られました。やばいぞ日本経済っていうことは言ってる意味はもちろんわかりますし、なんだ石破さん、もう一つの話題はどうなっちゃってんだと。 あれだけ総裁選祭りをメディア使ってワイワイやってて、その時も筋論を通すかのごとく石破さんは、そんなに小泉進次郎が言ってたほど、急に選挙はやらない、急に解散して急に選挙やって、自民党に追い風作って新しい顔で表紙を変えて、パッ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 ,パッと。 そして何とか過半数取って公明党と組んで与党で自民党政権を維持したいっていうのがもう丸出しになってる人の中でそれに疑問符を出して国民の信を問う時間をそして野党と話し合う時間も作るって言ってたのにコロッと前言翻して森山さんっていうベテランの人を幹事長に据えて予想に反して幹事長に据えて 早く解散して早くやるってことを決めちゃったじゃないか。具体的に昨日から今日にかけてもうすでに出てるのは昨日あたりから出始めましたけど今日大々的に出たのはやっぱり10月の9日に解散をしてそして末にいよいよ27日に投開票日っていう日程を決めちゃった石破さん嘘ついたなみたいなのもあるんですよ。先に言っときますけど私は 石石破破ささんんの肩をっって石破さんでよかったじゃないかっててっててててあげ言ません全然ただ正直に本音を言えばいろんな政策施策の根本を想像するに石破さん消去法でまたいいかなと思ったぐらいですよ石破さんという総裁にも申し訳ない他の人にも申し訳ないけどそのぐらいのもんですよ全面的に石破さんでよかった高橋さんじゃなくてよかったなんて思っちゃいないんですよ。 財務省と戦って見せてくれんだったら高橋さん、そして増税路線なんか夢夢切らないと言ってるんだから、高橋さんの経済政策いいじゃんみたいに思ってたぐらいですからね。一方では国家安全保障で靖国に参拝しますっつってる、この高橋さんのことに関しては何言ってんだ中国は愚か、アメリカが黙ってねえだろうとか、いろいろ心配をしたりする私です。心配したりするオイラです。だから一応一旦なんです。 だから石破さんも全面的にないと思ってないんだけど、なんで言いたいのは、なんで今日あたりから石破さん嘘つきだの経済、日本経済が破綻するだろうっていう。これは SNS の発達しすぎとかネットがすごすぎるとか、そういうことで情報が溢れ返りすぎるっていう印象を持つという悪影響もあるんでしょう。しかしながらね、そんなにギャーギャー言わないで今、 ゆっくり冷静に見ようよってところ。まず、経済の話を専門じゃないですけど、言わせてもらうと、もうそんなのは、石破さんが決選投票でひっくり返して、一騎打ちで、勝ったってなった瞬間からですね、この勝ったって瞬間から異変は起きたんですよ。まあ、その前から言っておきましょう。まず、あの、これは散々言われてることだから、知ってるよって言われちゃうかもしれないけど、まず、先週の金曜日、総裁選祭りがあった。まず、1回目。 その時に高井さんがトップになった。そして市場さんが2位になった。小泉慎二郎が3位に甘んじた。ダメだった。で、この2人、1位2位の決戦投票になるっていうふうに決まった時に昼過ぎに、そこで日経平均の先物とか、ね。それからもっと言うと、為替の方が重要ですよ。1回目の結果が出て1位2位の争いだっつった時に、優勢だった高井さんが活動状態にみんなが目論んだんですよ。で、当然そうですよね。 なんなも一1位になんて順位なんて10位なったら決戦投票は一気打ちでコロッて変わるのに、とりあえずはうわーっとシステム違うのに、思った時に円安に触れて146円ぐらいに円安になったんですよ。で、これは経済は絶対金利なんか石破さんと違って上げないぞと。ね。もうそっちの方だっていう勝手な超短期予,報に予想に入ったわけですよ。それで盛り上がって円安に振ってよかったよかったって言ったら今度3時半に石破さんが勝っちゃった。 勝った瞬間にリバウンドして142円までまた円高が進んでっていう流れになってドル売りが始まって円高になってですよ。ほいでそんな急には変わらないんで日米金利差だってものすごくあるのに。で一方では、一方では石破さんになっちゃったから偉い頃だって日経平均の先物が2000円以上落ちましたからね。大暴落ってなりました。そしたら現物でやってる今日場が開いた時はそれは2000円弱落ちますわね。 でも,もうちょっと冷静に見た方がいいと思うんですよ持ち。持ち直す可能性だってかなりあるわけですから。石破さんになったからすぐ増税路線だとか、ね、すぐ金利日銀と話してあげちゃうんだとか、そんな手を打てるわけがないんですよ。この今の日本経済の状況下で。だから誰がなったって、なんとか中央を狙って、巡航速度を守って、 急に何かどっかに極端なところに着陸するなんて緊急着陸してみせるなんてあるわけないのになんでそんなに騒ぐんだって言ってる私がなんで騒ぐんだ冷静になれって興奮してますけどねおかしな悪循環になってるのに今気づきましてちょっと冷静にトーン落とします本当にそうなんですよあのねここ昨日今日あたりの言説でちょっと気になるのは多くの人たちが専門家筋も含めて石破さん嘘つきって言ってるんですよ先に言っちゃいましょう結論を 政治家みんな嘘つきです。何を言ってんですか公約通りになった世の中がありますか公約を90%から100%に近くまで有言実行で全て守りきった政治家が有志以降この世界、地球に存在したでしょうか兼ね合いですよ。さじ加減ですよ。床加減ですよ。俺はだから冷静に石破さんの肩を持つんじゃなくて見ようよと言ってる。 確かに石破さんは選挙戦でかっこいい筋論を言いましたあの人のポジショントークでねやはりどういうふうに格差社会を是正していくかそしてどん底にある方を作っていくのかそれはそうでしょうよ考えていくときには具体的にと言われれば金融所得課税お金を持っていらっしゃる方からちょっと増額するであるとか 法人税を上げるであるとか、という筋論を言いました。しかし、言ったそばからどんどん撤回してきました。他の人たちだって昔言ってた政策と全然違います。それと同じ。そういう中では相対的に高橋さんが変わってないなという評価があったことは認めますけども、石破さんはとにかく前言をもう途中でも翻してますよ。あ、これは。 アゲンストになるなっていうふうに感じたらすぐ修正してますよ。例えば、この金融所得課税を上げるって言うんだって、1億円以上、大金持ちの方から少しっていうことは急にじゃなくとか、金利だって急に上げることはできないと言ってるわけだし、おっとり構えて、社に構えて言ってるわけだし、そんな法人税上げるっていう話だって、 法人税を上げるというふうにドラスティックに申し上げてみたのは法人税上げるぞということによって決して賃上げが矛盾するんではなくして法人税上げるぐらいだったらこれだったら法人税で取られるぐらいだったら賃上げしようか従業員のとその方がいいじゃないか何も赤字からは法人税は取らないわけでねと だからそういう意味で活性化で新任者で矛盾する。投資でお金使えっていうことと矛盾はしないと。言い訳を苦しく言ってるわけですよ。言い訳ですよ。そんなの。法人税を上げるっていうふうに脅しかければ、従業員に賃上げが進んで実際には法人税を上げないから、結果その方がいいんだっていうのは、ものすごい苦しい紛りのヘリクツ、コリクだと思いますけど、どんどん変えてきてる。 みんな変えるんですよ。だから一番怒ってみんなが見せてると思われる解散がパーンともう10月の初旬にあって、それからもう末には投開票だっていう話ですけどね。これだってそうでしょうよと。石破さんであろうがなかろうが。だん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 ,だん野党と国会で予算委員会開いていろんな委員会開いて論戦本会議だけじゃなくてやっていく。そういう中でどんどん露呈しますわ。誰が総理になったって。 裏金議員の権威まで含めて大人数を切ることできますかみんなそれぞれかっこいいこと言ったり逃げたり、石破さんはちょっとかっこいいこと言い過ぎたところは認めるけれども、ね、安倍派を中心として処分された39人も含めてですね、バン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 切ることなんかできやしませんよ。野党側はとにかく構成を極めてきますよね。 徹底的に裏金が甘いぞと、その処分がと甘い。統一協会、あれだか、朝日新聞がスクープしておいて、物的証拠も出てきてる中で、それに対して石破さんもっとやんないのかもっとやんないのかって来るに決まってるじゃん。やればやるほど、あのメディアを使った総裁選祭りの自民党への熱狂っていうものが、ずーっと冷めてきて、解散するやる、する人間がどこにいますか自民党だって、麻生政権倒れた時の、あれだって、 形勢不利だからずっと解散できなくなって、もう最悪の状態になってリーマンショックが起きてって、ど最悪で経済持っている時に解散、人気期解散をようやくやったからボロ負けしたっていうトラウマが,トラウマがあるのに、今回だけいいダクダクと伸ばして筋論をやるバカがどこにいますかこれはもう、 世論調査とか情勢調査つったらメディア、新聞、テレビなんかよりも圧倒的に自民党がお金を使って自民党の情勢調査が一番正確だと言われてます。そういうところで今なら詳細選祭りの余韻が響いてるぞと落ちそうな当落線上にいた地元に帰ったその代議士たち。 衆議院議員たち、もしかしたら受かるかもっていう風になってる。早く解散してよってプレッシャー。早く選挙も済ましちゃってから行こうよってなるに決まるじゃないですか。誰だって一緒ですよ。そういう中でも一応本会議やって野党の野田さんとぶつかってみせるっていうのは、それは期待通りになるわけじゃないんだけど。そういうこともやってから突入だから、ちっとも褒められたもんじゃないけど、けなしてる場合じゃないと。 それより経済と政治模様、どれだけじっくり裏金議員のをどういうふうな形で調子に乗らせないんですかとか、統一協会けじめは短期中期でどうするんですか解散命令出てるから、統一協会側だ,だってこういうふうにいろいろかけてきていろんなリークもあって新聞がすっぱ抜いたっていう裏事情を想像すればですね、そういうことにどうけじめをつけるんですかとか。 それから日本経済をうまくソフトランディングさせるためには、夢夢金利上げるなんてことは、やったばっかりでやらないでしょうねっていうのを、有権者側とか我々とか一生懸命冷静にプレッシャーかけながら見るのがちょうどリーズナブルであって、急に起こり出すことではないっていうことを、今日の段階ではお伝えしたかったんです。 私とね花園大学の赤学佐々木静香先生で人生後半そろそろ仏教に触れようという本を出しました私古たちがずっと喋る仕事やってたのは9割9分準備がすべてなんです伝えるための準備学という本を出しました